皆さんこんにちは。競馬界にひときわ輝くスター、今村聖奈騎手。しかしその歩みは決して平坦ではありませんでした。新人離れした活躍で一躍脚光を浴びるも、一つの事件をきっかけに深い谷間に落ち込んでしまった彼女。果たして再び頂点を目指す日は来るのでしょうか。今回は若きエースジョッキー今村聖奈騎手の波乱に満ちた競馬人生に迫ります。彼女の現状を丹念に分析しながら、今後の復活の可能性を探っていきましょう。今村聖奈騎手は父今村康成元騎手の血を引く競馬界のサラブレッド。昨年のデビュー年には新人ながら51勝を挙げ、重賞初制覇も含む目覚ましい活躍を見せました。その新人離れした才能とセンスは父譲りの素質の高さを如実に物語っていたのです。 JRA 賞最多勝利新人騎手賞を受賞するなど、将来を嘱望される存在として瞬く間に競馬ファンの心を掴んでいきました。特に印象的だったのは、重賞初挑戦にして初勝利を飾った時の鮮やかな騎乗ぶり。ゲートを出るや否や先頭に立つ神騎乗を披露し、後続を寄せつけません。ラストの直線でも後続の追撃をものともせず、ゴール板を駆け抜けたのです。その姿はまさに無敵の女王の誕生を告げるものであり、競馬界に新時代の到来を感じさせました。今村騎手の活躍は競馬関係者やファンから絶大な支持を集めることになります。持ち前の明るさとファンサービス精神の高さも人気の秘訣でした。レース後のインタビューでは、ルーキーとは思えない物怖じしない受け答えを見せ、将来のエースとしての期待が一気に高まっていったのです。まさに今村聖奈旋風が競馬界を席巻した瞬間でした。順風満帆に思われた今村騎手の競馬人生に暗雲が立ち込めます。きっかけは発覚したスマホ持ち込み事件でした。福島競馬場の騎手控室で数人の騎手がレース動画や馬券を確認するためにスマホを使用していたことが発覚。今村騎手も前日に滞在していた騎手宿舎で同期の騎手と通話していたことを認めたのです。日本中央競馬会の規定に抵触したとして、関与した騎手全員に30日間の騎乗停止処分が下されました。この事件が今村騎手の競馬人生の大きな転換点になったと言えるでしょう。騎乗停止明けのレースではなかなか勝ち星に恵まれません。8月12日の小倉新馬戦で勝利を挙げるも、その後はまさかの108連敗。これほどの大不振に誰もが衝撃を隠せませんでした。今村騎手の不調を表すエピソードとして小倉競馬場でのレースが印象的です。人気馬モビーに首ったけに騎乗するも、本来の持ち味である先行策が功を奏さず9着に大敗。馬主の怒りを買う結果となってしまいました。その後この馬は主戦の藤岡浩太騎手に手綱が変わり、見事3着に好走しています。馬の能力を十分に引き出せていない今村騎手の騎乗術に厳しい評価が下されたシーンでした。スランプの原因としては様々な憶測が飛び交いました。成績への慢心、未熟さの露呈、そして何よりスマホ事件に対する処分の甘さが指摘されています。他の公営競技では同様の違反で1年間の出場停止になることもあり、競馬界の対応の緩さが浮き彫りになったのです。加えて女性騎手という希少性から周囲が過剰に持ち上げたことで、今村騎手自身が天狗になってしまったのではないかとの見方もありました。短期的な成績の振れ幅には留意が必要ですが、現状の今村聖奈騎手は乗れていないと言わざるを得ない状況です。技術面での勝てない主な理由は積極性の欠如と後方からの足を余す騎乗の多さにあるのではないでしょうか。65案中18案約 27.7% のレースで今村騎手は上がりの速い足を使いながらも差し切れずに敗れています。これは見た目の印象も芳しくなく、数字の面でも問題視せざるを得ません。一方長島騎手はしっかりと勝ち切る場面が目立っており、両者の差は歴然です。今村騎手の積極性の低下は逃げ先行策の選択率が長島騎手の半分以下であることからも明らかです。女性騎手限定の減量特典をうまく活用できていないのが現状です。この変化のターニングポイントは昨年10月29日の新潟7レースにあると考えられます。この日今村騎手の前を走行していた丹内雄二騎手の騎乗馬がゴール前 100m で田馬と接触し転倒。今村騎手は辛くも回避したものの、この事故が彼女に大きな影響を与えたようです。以降今村騎手は馬群を避けるような競馬が増え、先行争いから控えることが多くなりました。結果的に勝負どころで馬群の中に突っ込めず、
外を回して足を余すレースが目立つようになってしまったのです。2年目でまだ若い今村騎手ですが、関係者の支援もあることから、なんとか立て直しを図ってほしいところです。ただ周囲の目は日に日に厳しさを増しています。ある日、とあるオーナーが、あいつのやることが理解できないとレース後にこぼしていたというエピソードも伝わってきます。そのレースでも今村騎手に乗り換わるまではスピードを生かした先行策で戦えていた馬が、騎手が変わった途端に後方からの競馬になり、足を使えずに大敗を喫したのだそうです。今村騎手には恵まれた環境が与えられています。だからこそ先輩騎手の姿勢をよく観察し、自らを奮い立たせることが求められているのです。彼女の奮起を心より願ってやみません。そんな中、今村騎手は SNS の更新を欠かしません。成績不振にもかかわらず、競馬以外の話題でフォロワーを沸かせ続けているのです。一体どんな意図があるのでしょうか。まず考えられるのは自身の PR です。騎手は実力が全てとはいえ、知名度や話題性も重要な要素。常に注目を集めていれば、競馬関係者も起用せざるを得ません。結果的に騎乗機会の確保につながるわけです。今村騎手の SNS はファッションやプライベートの様子など競馬以外のコンテンツも充実しています。時には洋服やメイクの撮影風景をアップすることも。女性ファンの支持を集める巧みな発信力と言えるでしょう。長い爪のままレースに臨む姿には批判も集まりましたが、それすらも今村騎手の個性として話題を呼んでいました。さらに今村騎手は将来を見据えた布石も打っているようです。すでに大手芸能事務所と契約を交わしており、引退後のタレント活動への布石とも受け取れます。実際彼女のブログの読み応えの高さは定評があり、予想タレントとしての才能も期待されているのです。つまり現役時代のファンを引き継ぎつつ、新たな可能性も模索している。それが SNS を通じた今村騎手の発信の真意なのかもしれません。とはいえ今村騎手の本分はあくまで騎手です。再び頂点を目指すには競馬に専念する覚悟が必要不可欠でしょう。まずは初心に立ち返ることから始まります。デビュー当時の謙虚さを取り戻し、周囲の声に真摯に耳を傾ける。スマホ事件を教訓に、プロ騎手としての自覚を新たにする。そんな地道な積み重ねが再起へのスタートになるはずです。技術面でも課題は山積しています。レース中の判断力や馬との一体感など、まだまだ成長の余地は大きい。特に直線での追い方には定評がある一方で、レース全体の流れを読む力は不足しがち。いかに理想的なポジションを取れるかが上位争いの鍵を握ることでしょう。ただ今村騎手の潜在能力の高さは疑う余地がありません。豊富な騎乗経験を糧に着実にステップアップを遂げる可能性は十分にあるのです。何よりファンの期待の大きさが今村騎手の背中を押し続けてくれるはず。苦難を乗り越え真の女王への返り咲きを期すのか、今村騎手の今後の競馬人生から目が離せません。今回は今村聖奈騎手の波乱万丈の競馬人生について詳しく解説してきました。新任能から一転、スマホ事件で流れを変えた彼女、順風満帆から一気に下り坂を味わうことになりましたが、その才能と可能性は衰えていません。ここからが真の勝負どころ。初心に立ち返り、泥臭く頑張る姿勢を取り戻せるか、レース中の的確な判断力を身につけ馬との一体感を高められるか、今村騎手の再起への道のりはなだらかではないかもしれません。しかし彼女にはやり遂げる力があります。輝かしい新人時代を支えたのは紛れもない実力です。ここまでの苦難を糧にもう一段階レベルアップを遂げることができるはず。いかがだったでしょうか。今回は今村聖奈騎手について見ていきました。今村聖奈騎手の活躍からこれからも目が離せません。皆さんも彼女の再起への歩みを温かく見守っていきましょう。きっともう一度あの鮮やかな騎乗を競馬場で見られる日が来るはずです。よかったらコメントで皆さんの考えや感想を聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。